江の鹿宿題。今年こそ最終日に慌てず、歯磨きカレンダー以外全部一瞬で終わってくんないかな。なんなら明日ぐらいに。そしたら、プールでかき氷。野球の朝練さえ終われば、夏休みテレビアニメスペシャル With チューチューチューペット。2番セカンドのままでいたいな。センターもいいかもって言われたくなかったな。ま、喉が渇きまくりだ。明後日だけは朝練ない。ラジオ体操に出なくては。マー君朝練来なかった。ラジオ体操行ってたらしい。間違ったって言ってたけど、多分嘘だな。悟空の絵完成する。次はベジータを描こうかな。いや待て、最近筆を落とせていなかった小説、少年期も冒険マガークも中途半端だぞ。帰省したら漁師のおじの船に乗って魚釣り。そこでいとこたちと泳ぎ対決。ウニ、アワビ、サザエ。去年からサザエのまずかった部分も一応好きになったし。もう帰省の用意始めていこう。カウントダウンでカレンダーに毎日バツ印もつけよう。新幹線で着いたら駅で食べる肉うどん楽しみだな。あいつが得意げに見せびらかしてきた飼ってるセミ、カゴから逃がしてやりたいな。秋人も言ってたしな。よし、一緒に説得してみようかな。ニック君だけ週末の町内会スイカ割り&夜の肝試し大会なぜか来れないらしい。長島スパーランドの日には来るってさ。門限1時間延びた。貯めたお小遣いでチューブのファンクラブに入る野望はまだ内緒。今夜父ちゃん帰り次第、お願いしてた回転寿司で誕生日祝いしてくれる。さっき冷蔵庫開けたらケーキらしき箱発見。見なかったふりしてるけどね。ワクワク。この綺麗な夏景色たち、もっともっと澄んで見えるのかな。江の鹿。